お疲れ様です。今日ですね、こちらの迫撃ドリルやっていきたいと思います。はい、こちらチャンピオンが入っていません。そしてね、なんとディガーではなくてドリルですね。まあこれディガーでよく使われてたテンプレというか、もう本当によく流行ってるようなデッキのドリル版って感じかな。そう、前シーズンマルチ上位でなんかちょいちょい使われてましたね。そう、バルキリーがゴルナイになったりだとか、まあでも最近だとなんだろうな、まあドリルじゃなくてディガーでマスケがアチェクイだとか、まあいろんなパターンがあるんですけども、もう最近よく使われてます。もう強いです。このスケファイスピーバルキリーマスケハキギファイブウッド、この方が強いんで、ファイブを別にポイズンにしてもいいし、あのマスケアチェクイでもいいし、なんだろう、本当にもう少々こう好きにね、ウッド雪でもいいし、もういじってくださいっていう感じで、さあまあ強いデッキなんでね、こちらやっていきたいと思います。でちょっと前にコメント欄でラッツさんって迫撃砲使うんですかみたいな、使えるんですかみたいな、わかんどっちのトーンなのかわかんないんですけども、みたいなコメントがあって、僕ちょっとびっくりしたというか、俺めっちゃ迫撃砲好きなんですよ。よく使うんですよ。やばい、助けて、ニョキーン。そう、めっちゃ使うんですよ、大会とか。まあ大会の方が多いのかな、わかんない、動画であんま上げないのかな、わかんないけど、マジでね、もうマジでゴムゴムのピストルでもルフィがよく使ってますけど、そんぐらい、それと同じぐらい乱用してますよ。本当になんか強いんですよ、迫撃ってガチで。マジの壊れなんですね。そう、攻めでも強いし、守りでも強いし、安定感抜群だし、なんか勝つためにはっていう、ガチの戦いの時にはいつもよく使ってますね。そう、だから、本当にね、使ってみてわかる。使われてもわかる。いや、迫撃砲バカ強えやんっていう。そう。ちょっと嫌なの引いたっすね、でも。なんで、いや、迫撃めっちゃ使うんだよなーって思いながら、そんなイメージ持たれてないのかっていうので、今日使っていきます。あ、ボンバーエロいたな。ボンバーエロいたんで、あんまりドリル飛ばすのよくねえかもしれんけど、これ、しばきます。走んないで。ほい。別にこれ、エイジが来ても迫撃あれば守れます。ドリルもあります。ということで、勝てそうですね。なんか迫撃って、なんだろうな、普通に、やっぱ、みんなが思ってる相性とはね、結構違うのが多くて、まあ、LJ にはね、もう神相性なんですよ。で、かつ、あと、なんだっけ、何があるっけ、ロイジャイとかにも相性が実は良かったりだとか、なんかきつそうじゃねっていうのが、実はね、めちゃくちゃ相性良かったりもします。はい、もうこの 16LJ もなんか、雑魚に見えてくる。本当にスケルトンかーっていう。よし、さあでこれ迫撃砲で釣れます。で僕は右を攻めたいがあの邪魔だな。なんか相手はどっち攻めたいんだろうね。やばい、出ない。なんかね、 iPhone 変えたんですよ。13だっけ、そう、10を使ってたので13を買ったらね、なんかあんまりユニットが画面が小さいのかな、広いのかな、逆に。さっきちょっとタップでやべえやべえってなることがちょっと多い。うん、あー来た、ハゲ、やばい、これやばい、もう理不尽私僕の巻き筋これだけですからね、本当に。さあ、まあしっかり守って余裕があればね、攻めていこう。でもルブレイカーじゃねえわ、あの爆弾にファイブです。よいしょ。さあ呪文で削りながらの、あとはこのね、高回転のファイスピマスケバルキリーで守れるんで、でマスキーちょっとどうせトルネードが来るんでね。よいしょ。さあウッドからの、まあ、ここは打たなくてもいいか。迫撃砲一旦置いちゃうか。まあ、クエイクあるけど、結局、回転で、みたいな。よいしょ。おー、AJ 来んね。さあ、ウッドで、いいんじゃない？呪文券ない。いや、
エレジャイめっちゃ来んじゃん。ねえ、やばいな。無限に来てるわ。無限に来てるのはね、迫撃で縛られてるだけだ。いや、もう見たからって迫撃砲壊れなんですよ。ほんとにね、めちゃくちゃ強い。まあ、上手い人はみんな使ってますよね、迫撃砲は。そう、とりあえず強いかな。ということで、一旦、迫撃。一旦、置き毒みたいなとこあるんですけど、どっちがいいかな、ドリルもあると。守ります。コジョババーン。ペッカか、神技か。なんか昔だったら30しまったけど、あー、ジャイサンシかな。あー、ジャイサンシです。ジャイサンシか。これ悩むな。一旦受けから行きます。守ります、冷静に。コウモリ、ガゴムレがあるかわかんないけど、これ5打ったらな、やばいかな。ドリルで様子見。ギャングのコストは、ないで、ある。これやばいぞ。無限エリポン立っちゃうぞ。ちょっとうざい、これ。いや、このドリルちょっとうざいぞ、あと。陸行けなくない？これ。ギャングが、ディガーとか。ディガーもねえもん、じゃ。よしよしよし。まあ、エリポン壊すんだけど、言うてみたいなとこあるかな。迫撃じゃなくてユニットで守りたいっすね、これ。マスケからの相手のユニットに合わせるかな。うん。ザップってきたらバルキリーかな。まあ、あれおとなしく早場でもいい気はしますけどね。どうだろうな。ジェイ使って工場かゴムネぐらいかけて。工場来なかったんで、ハイスピだけで守る。攻める。ドリルの受けがちょっと苦しそうだな。よし。まあ、この辺は合わせとくっすね。これ、さては神相性かもしれんな。あえて突破できんのか、俺を。できない説あるよ。いやー、硬すぎーって言ってるよ、これ。いやー、無理やろ。いやー、いいコウモリ。いやー、さっきやだな。いや、でもドリルがお化けで、ウッド使うとギャング追加が普通来るんですけども、この出来だとバルキリーがあるので、読みザップ来そうだ。うぃー、ヒヤヒヤすんね、ザップ持ち相手は。オンゲイ。さあ、このね、やっぱドリルで攻めれるし、最悪ドリルで守れるのがね、マジで強い。ウッドのファイボかな、これ大丈夫かな。ギリ、マジでギリ。危ない危ないな。まあ、さすがに、エリポに対してね、ドリル飛ばしていけばなんとかなりましたね。オッケー。まあ、迫撃は、攻めで迫撃使うのか、守りで迫撃使うのか、そこだけなんか、慣れれば、なんとかなると思います。ぶっちゃけ攻め迫置き毒みたいなとこあるんですけど、置いた後に守れるなら置いていいですね。それだけかな、考えるの。置いた後に守れるなら置いていい。はい、守れます。守れます。まあ、エレジャイマジで嫌なんですけどね。言うて、一戦目もあったら神相性です。わお。これ壊しといてもいいかな。これマスクで打っとけばよかったかもね。追加来たら嫌だな。さあ、エレンジェイ。エレンジェイ
クワキどういうこと。これでミラーエリジャー来たらもうねきついんですけど、ミラースパギでしたね。これちょっと延命したいな。あーそれなんかやだな。ハゲ走るんじゃねえ。はい、危ねえ。すぐ頭突きするやん。もうちょっと我慢せえ、我慢。さあおっと、まさかこれはね、どうだろうね、怖いね。迫撃砲行ってガンムシスパーキー、エレジア来たら守れる気がしないんで、こっからちょっと難しいところですね。まあ一応ドリルもあるんで、無駄にてか変に攻め迫撃はしたくないけど、まあドリル飛ばしてもらった。これ迫撃をこっち置いた方がいいですね。ここ置くと右サイド、こういうなんだあの道のところに置くんじゃなくて真ん中に置いた時は、そのなんて言うんだろうな、逆サイエレジアとか逆サイなんかされても受けれるんですよね。やばい、寄ってくるっていう感じですね。おい、なんでそれ走んねん、直角走り。これもしかしたらクエイク持ってんのかな。さあ、めんどくさい、めんどくさいなこれ。めんどくさい以外何もんでもないよ。こんなトレヌ持ってるし、どうまあ、ここのエレジャイは本気の男の許容で、許容で済まんかな。済んで痛い。うわマジで、なんで直角に走んねん、本気で。さあちょっとだけ怪しくなってきたぞ。あでもここの迫撃はちょっといいぞ。なんか来い、来た、よし、延命してね。よし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 、からのドリルをね行きたいんだけど、わえげちんできたな。取りに来るなこれ。ピュッ、エリーババ16怖い。あとなんかいるっけ、エリキか。あーハゲもいた。まあ、迫撃もあるし、いやーその受けはちょっと苦しいんじゃない。いやめっちゃいるけど、あれちょっと待ってくれよ、呪文であれ削れそうじゃね。こっからこれヤンキーかな、ね、ヤンキー攻めちょっと許してください。一生リジェイ下がっていけ、こっち来んなもん。おいゴーブリン強い。さあやべー、ガチでやべー。だってレイジも持ってるもんね。エレジャイスパーキーエリババミラーレイジ、こずる恐怖映像ですもん今の。よしさ、よろしく。あのああいう相手にも安定して戦えるのがこちらの迫撃と、ああ相手からぶってこれでけえ、マジでやばすぎんじゃない。300入ってるよマルチだったら。ああなんだタルバババイティか、わかんねえな。うん、フリーズすげえありそうだな。あやぼでした。まあバルキリー裂いた後でちょっと痛いダメージでしたね。うん、まあ相手の出来はわからないので無理はしないけど、相手もコスト使っているのでこちらもコスト使っていきたい。でも縦線を抑えたのでドリルの受けが理論上苦しいが、マイティちゃんが来る。バイスピマイティで全拾えんのやばいな。ハミハミ OK。さあボムタワースケラ5、まあスケラの受けがちょっと大変かな、うん、あーやばいそれ。待って、マスク逆いってる。しかも
あぶねー、マスキが遠いながらも頑張ってる。さあマイティこっちに来れんだな。そういえば指で忘れてましたね。縦線か、あーボムか。まあボムで攻めまくって縦線裂いたらドリルじゃないとダメージ取んなそうですね。僕からこれドリルやっても縦線来るんで、ファイボーとかウッドとか使わないといけないって考えたらコスト使いすぎでちょっとだけ渋いのと、まあスケは右サイもう徹底でもいいかもね。ファイブ打ってくるけど、じゃあ逆行こうかな。おしゃれな攻め、トルネードも持ってんすよ。あ、これ縦線使ったんで、でもボム？ボム？冷静に。やばいな、めっちゃ強いんだけど相手のデッキ。もしかしてマイティ最強ってことこれ。そんなことない。ただただちょっと相手が俺の受けが多いんだよ。100%で煽ってくんじゃん。いやマイティスキラか。いやーちょい痛かったな、つらみ。まあちょっとスケラー系はね、どうしても嫌だっていう人はね、ファイスピレスピでいいと思いますね。ファイスペだったらね、ファイスペはファイスペでやっぱ8枚のこのこれが強いんですよね、短期。よいしょ。なんでまあそこはお任せかな。ウッドスケでスケラを頑張るか、やだーって言うならもう変える。さあラバにバルキリアちょっと切れそうですね。なんでさあまあマスケ出してザップかこれ。これはもう守れないので代わりに攻めます。ハイスピだけ許容でちょっと攻めたいな。もう1枚ハケキンコスト使ってくれるといいんだけどね。バルキリーか。まあまあダメージ的には行かれてるように見えてたのそこまででもないです。これ行きたいです。じゃん、やべ、これやばいよ。おいヤンキーすぎるファイブだったわ。もうダメージちょっと取り返したくて、ね、さあマスケとファイボでやっていけるのか。やっていきます、全然やっていきます。縦線来るかなこれ。ミニペイどういう陸受け、勝てんのしかおらん。さあいやー耐えれるよ。で問題は右も左もダメージ稼がないといけない。あーそのインドラめちゃくちゃ嫌だな。マジ陸受けデッキっすね相手。ラバだけど陸を豊富にしたよっていう、まあ、対空がインドだけだな。美味しい。さあマスケから入っててファイボーヤーを打たないと相手これ突破できないんでね。やばい、ファイボー使ったんでね最強です。でしかも施設がもう一個あるので守れるし攻めれます。
僕が気をつけないといけないのは右サイド。いやいいよ。さからのマースケッティア残ってるんで、これミニペッカーこんにちは。バルキリでした。それはダメ。一旦バルーンも来んだよ。逆サイに。これはすごい美味しいけど。ね。相手甘えてんね、攻めが。こうなってくると、どん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 苦しくなってきて。よいしょ。ドリル？あともうちょっとだな。あ、もうちょっとだな、あと。あともうちょっとが怖い。さあ、ヤクザタイムが来た。そうすると、もう一回同じです。ドリルのウッドで、ファイブ打って、フィニッシュ。フィニッシュだ！坊やの目。おい、危ない。危ない危ない。バルキリーミニペッタテ戦中、ちょっと特殊ラバでしたね。ナイス。さて、こちら、迫撃ドリル。皆さんも使ってみてください。ちゃんと声がお願いします。では、お疲れ様でした。またね。